時間はですね、もし前の週って来た？来てない？前の週来てないか、初めてか、初めてね、OK。 あのね、この時間はですね、皆さん、一面のみんなはまあまああれなんだけれども、お家でできる、まあ、バスケが上手くなる運動とか、ハンドリングとかやるんだけど、ね、ゆうくん、これはちょっと大事なことなので聞いてください。みんなももう一回ちゃんと大事なことなので、みんなの世代は今自分の体をどうやって動かすかみたいなの、脳とね、体をつなげていくことがとても重要なので、私がやってることを本当にちゃんと見て、私の言ってるポイントをめっちゃちゃんと聞いて、その通りに自分も表現できるように、あの、見る力とかもつけてください。理解する力とかね、どうやってやったらうまくいくのかなとか、まおちゃんはどうやってやったら、どうやって、どういう形でこれをやってるのかなとか、ちゃんと全部見て理解して、全く同じようにできるような感じで頑張ってくださいね。はい、ちょっと今みんないろんな子来たから、なんかね、来たり来たり、よし、はいはい、くんが来た、あ、みそらちゃんも来た、やっほー、なんか久しぶりな気する。よし、じゃあ、よし、たいへいくんもいいね。では始めたいと思います。最初はちょっとね、これから3部制っぽくするので、最初の15分とかは、最初の15分とかはストレッチとか、あのリズムトレーニングとか、まあそういうアップ系して、次にハンドリング、ボール使う系して、で次にバスケのちょっと動きを入れたやつをやります。はい、というわけで、こう最初はストレッチからやりますので、皆さん今から真似してくださいね。ちゃんと私と全く同じことしてね、ちゃんと。はい、では、はい、見えてるかな、はい、見えてる、OK、よいしょ。では、はい、皆さん久しぶりにヨガのやつやります。で、初めての子はまず見てください。初めての子はまず見て、やったことある子は思い出しながらやってね。ちゃんとこれも最近あんまやってなかったからポイントをちゃんと思い出してください。で、初めての子は見てください。まず最初は、つま先まっすぐ、膝まっすぐの、まっすぐ立つでしょ、肩幅ぐらいに足開いて、で、呼吸と同時に行動します。鼻からゆっくり深く吸って、口からゆっくり深く吐くね。これが一番大事なので、ストレッチ。では行きます。最初吸ってって言ったら、手をこうやってめっちゃまっすぐ上にグーって伸ばして、ここ通ってね、こうやって前通ってギューって上に伸ばして、吐いてって言ったら腰から倒れます。こう倒すから、で、耳の横にちゃんと腕やって、ふーって吐きながらこうやって下につきます。で、その後吸ってって言ったら、手で歩いて膝曲げた、曲げないで、こうやってまっすぐな体勢になります。頭からかかとまでね、こうやって、下がったり上にこうやって上がったりしないで、まっすぐの背中、まっすぐの状態で、吐いてって言ったら、ギリギリで肘を曲げて、床ギリギリでこうやって止まります。ちょっと見えるかな、ギリギリ止まれるようになってるかな、みんな。いつ目の方、これめっちゃむずいから、ふって止まって、次吸ってって言ったら、難しい子は膝ついてよくて、膝つかずにこうやって上げられる子は膝つかないで、体の前を伸ばします。こう首も、首から体の前ね。で、この時のポイントはこうやって肩がしぼまないで、こうやって肩を押す、こうね、押して、で、吐いてって言ったら、今度はお尻を後ろ、真上に上げて、ちょっと斜め後ろに三角になります。まっすぐで、かかとはつけれる子はつける、で、肩もちゃんとこうやってします。で、まっすぐになります、お尻。で、次吸ってって言ったら戻って、吐いてって言ったら歩いて戻ります。で、吸ってって言ったら上にぐーっと伸びて、
最後吐いてで力抜いて終わりです。はい、いいですか。これ今リュウ君とカズハ君は初めてだから、まあ、やってみてできたかわかんないけど、もう一回やりますね。じゃあ皆さん、これもう次は流れでやりますので、あの初めての二人はまあ見ながら、あの真似してやってください。1面の子たちは流れでいくよ。いきますね。はい、立って、あのストレッチめっちゃ重要だから、みんなあのしっかりやってね、適当にやらなくて、ちゃんと伸びてるなって感じながらやってください。いくよ。では吸って、吐いて、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 吸って、吐く。はい、できましたでしょうか、みんな。リュウ君とカズハ君どう？分かった？できた？ OK OK、 いいね。これはまあまあ、ちょっと今ねあんまり見れなかったんだけど、ちゃんとあのポイントができてるかが重要なので、あのね、まっすぐちゃんとなるとこはなってなきゃダメなんだよ。それをね、自分でちゃんと自分ができてるかどうかチェックしながらやってね。はい、では次、バランスとストレッチと一緒にやります。前もちょっとやりました。これもね、体幹がすごく大事なので、3種類か4種類か、3種類かな、3種類にしとこう今日は。じゃあもう一回立ってね、みんな。最初はこうやってギュッて上に上げて、胸とかお腹に膝をつけるぐらいで、呼吸を深く3回してください。深くね、グラグラしないで、まっすぐ見て、私めっちゃまっすぐで、あの足もまっすぐだし背中もまっすぐなので、背中も丸まってない。そう、はい、逆やります。ギュッと上にスッと上がる、まっすぐする、グラグラしないでね。で、めっちゃくっつけるんだよ、お腹に。そう、グラグラしないでね。はい、はい、次行きます。次はこうやって、こっちの足のくるぶしをこっちの膝に乗せて、こうやって下がります。こういう風にで、このここを伸ばします。息して、あの背中丸まらないで、しっかり膝曲げて、この状態で息ちゃんとできるよね、グラグラしないで。みんなグラグラしてんな、してない子もいるね。はい、逆。いいね、グラグラしてない子、一面の子たちはだいたいグラグラしてないかな。膝曲げてね、ちゃんと。はいはい、いいよ。息してね、深く息してね、みんな。リュウ君むずいね、これ。そう、これをね、フラフラせずにここを伸ばすという大事。はい、次いきます。じゃあラストは後ろで足持って、まっすぐな、あのまっすぐ、これ難しいやつね、みんな初めての子はちょっとわからないかもしれない。はい、この右足を右手で持って、左手を上にまっすぐ上げて、こっからこうやって倒れてって、こうまっすぐになります。わかる？一直線にね、手と足が一直線になってるかどうか。はい、みんななってるかな。そらちゃんもうちょい膝上げて、りょうくんもうちょい膝上げて、そう、そんぐらい、そんぐらい。りなちゃんいいね、りなちゃん綺麗だけど、それ変える。ひろくんもうちょい膝上げる、ゆりなちゃんもうちょい膝上げる、あおとくんはもうちょい膝上げる、あーみそらちゃんもだな、膝上げて。みんなね、膝がない。はい、みんなちょっと中国、あ、そらちゃんまあまあいい、まあまあいい感じ。はい、りょうくんもいい感じ、それでグラグラしない。ちょっと一瞬みんな見て、一瞬みんな見て、あのみんなの、みんなね、できてると思ってやってる子も、だいたい膝がこんぐらいになってる。わかる？これ下がってるじゃん、膝。じゃなくて、このぐらい。
このぐらいまっすぐなんですね。みんなこの辺だから今膝。こうね。こんぐらいまっすぐじゃないといけないよ。床と平行です。床と平行。それをもうちょっと自分で分かって、そう、あ、いいね、りなちゃんいいね。そらちゃんももうちょい膝上げるぐらい。そう、ひろくんももうちょい膝上げるぐらい。あ、ゆりなちゃんいいよ。ゆりなちゃんそれで耐えれるだ、耐えれればいい。りょうくんはもうちょい、あの、腕もうちょい上げていいよ。みそらちゃんは膝もうちょい上なんだよな。たいへいくんもうちょい。ひろくんいいよ、だいぶいい。ひろくんだいぶいいんだよね。それを止めれれば。かずはくんはもうちょい膝上。りゅうくんはできてる？あおとくんできてる？あ、いいね、あおとくんだいぶいい、だいぶいい。はいはい、みそらちゃんももうちょい膝上げる。いよいよ、これも耐えれるようになってね、みんな。これも耐えれるようになってください。そこでピタッと止まって、ふーふーってこう息できるといいね。はい、あ、りなちゃんだいぶ綺麗。はい、 OK です。みんなこれもバランスとストレッチなんで頑張って。一面の子たちもまだまだグラグラしてるからね。はい、そしたら